はい、お疲れ様です。速稼塾の久保でございます。現在ですね、私の体のエーダ128円で計算されてます。私のっていうか、私が購入してるエーダなんですけども、128円でございます。これに大体ですけども、プレセールで最小単位で買った方って大体40万通貨とか入ってると思うんですよ。ですので40万通貨をかけますね。そうすると5120万円という金額出てきます。まあ、ですのでプレセールで買った方は現在その体のエーダは5000万円分ぐらい持ってるってことになると思うんですよ。でこれをデファイのコーナーでよる金融取引ですよね。こちらの分散型金融に絡めていくとどういうふうなことがあるかっていうと、まあ、体のエーダは非常に簡単です。ステーキングってのが体のエーダのウォレットの中にありますんで、それを使うんですよ。そうすると大体年利で 5%、 これが5日ごとに入ってくるって形になりますんで、5日ごと分割で入ってくるって形になりますんで、大体5000万の最小単位でプレセールで買った方ってのはこれに 5% がかかるわけですから、もう計算しなくても分かりますよね。250万円ぐらいが年間で不労所得としてステーキング報酬入ってくるんですよ。これ毎年です。しかもこの128円のエーダ通貨っていうのはこれからも150円、200円、1000円、2000円、4000円と上がっていく見込みですんで、これがですね、10倍とか20倍とかになっていくってことです。まあそれはどういう可能性か分かりますよね。っていうのが、体のエーダをプレセールで買った方でずっと今まで触らず持ってた方はそれでもうゴールインってことなんですよ。で、今までね、体のエーダを何かに使っちゃった方とか、決済しちゃった方とか、税金で払っちゃったとか、詐欺で取られちゃった方、本当にこういうのもくぐり抜けて、体のエーダをただ持ってるだけ、ビットコインもね、一番いいのはただ持ってただけの人なんですよ。それをなんかなんとかクラブ入れたりとか、どっかでこねくり回したりとかするとなくなってるでしょ。私もなんですかね、ビットリージョンっていうところに5ビット入れてなくなってるんですよ。で今5ビットあればと思いますよね。でもそれにくじけないように、動かさないビットコインもずっと持ってるわけなんですよ。それからいろんなウォレットを作った時に端数のビットコインがあるんで、それをね、今回統合して1箇所に集めました。まあ、そうすると結構なね、分量になってるんですよね。ということで、ビットコインもこれから本当にね、利益を生んでくれるんだろうなと思いますけども、そうではない方ね、そうではない方がどうやって増やすかっていうと、今から暗号通貨を買う方はこのデファイをやっぱりね、やった方がいいと思うんですよ。で、私が今一番おすすめするのは、そうですね、やっぱりね、体のエーダですね。体のエーダのステーキングが一番いいんです。10万円とか20万円とかになっちゃいますけども、その単位で体のエーダを買ってステーキングっていう形がいいんじゃないですかね。体のエーダはこれからも上昇のポテンシャルを抱えてますしね。今128円だとしても、体のエーダの金額っていうのは悪く見積もってもここ数年で1000円とかなんですよ。悪く見積もっても、でちょっと普通に考えると2000円なんですよ。理想値でチャールズ・ホスキンソンさん、その体のエーダを作った方で、イーサリアムを作った方で、ビットコインの方もかなり多く手がけていらっしゃる、本当に暗号通貨の神様みたいに私が思ってる人なんですけども、その方がですね、言うには4000円だそうなんですよ。もっと金額をね、言ってるところ、1万7000円とか言ってるところもあったかな。まあ、とにかくね、その数字だけが先走るわけではないですけども、それだけのプロジェクトを本当に毎日日々動かしてきて、いろんなね、プロジェクトと関わって協力者を得て、そして、私がね、本当に好きなのは、体のエーダって誰のためにやってるのかってことなんですよ。これはね、低所得者以下の所得の方ですよ。自分の身分証明もない、お財布も持っていない、そんな方のために体のエーダを使ってくださいって形で、30億人のそういったお金のない方のために作られた、まさにね、二極化を平等にするために作った通貨が体のエーダなんですよ。このプロジェクトすごく魅力じゃないですか。私はそこに資金を提供できていることにね、非常に感謝してます。ですんで、この度私ステーキングをしたんですよ。本当に他の方に遅れて半年ですよ。半年以上遅れて私ステーキングしました。これだけ、はい、これだけね、体のエーダを愛してるのに、私はステーキングについては自分なりにいろんな見解を持っていて、そして半年遅れましたけども、この度ステーキングをすることができました。まあ、多分ね、ここで体のエーダ、私の体のエーダが増えていくのも一つなんですけども、全体としての体のが増えていって、信頼を高めていって、認知度を高めていってですね、人気になっていくことによって、本当に30億人の人のためになるんだと私は思ってます。まあ、ですので基本的に私は体の決済は以前はするっていうふうに予告してたんですけども、私は一生しないつもりでやりますね。もうこれはね、心に決めていきました。他の資金ができたからっていうのもあるんですけども、やっぱりこの体のエーダは30億人の方のために役立っていただきたいかなと思いますね。
まあ、こういうふうに投資っていうのはもう完全に自分のね、生涯で使う金額の他に投資の金額だよっていうふうに考えられたら一番いいらしいんですよ。なかなか私も今まで思えなかったところがありますし、投資っていうのはある意味ね、短期で FX みたいに決済して利益を何かに使おうかなっていうのの繰り返しだと思いました。要するに効率のいいビジネスだと思ってたんですよ。ですけど私はやっぱりカルドネーダーから暗号通貨からその辺から始めてね、投資っていうのはこの世界の資産を増やすために自分は参加してるんだっていう風のね、地球上の最大の金融ビジネス、そこに参加させてもらってるっていう気持ちですね。私の個人的な利益っていうのはもうちょっとちっちゃいマーケットね、ビジネスとか FX、 この辺りで私はちょっとずっと回していってですね、暗号通貨に関しましてはとりあえずは人類の資産向上に、まあ、参加してるっていう気持ちで今は見てますね。ちょっとこれはね、私勝手な概念なんでこんなことを考えてる人はあんまりいないと思いますけども、なんかそのぐらいの思いでね今やってますね。ちょっと話を戻しますけども、これから暗号通貨参加される方はもうカルドネーダを購入してステーキングっていうのがいいと思いますけども、ステーキングは1エーダからでもできます。128円からでもできるわけですよ。で、次に考えているのがやっぱりビットコインとかイーサリアム、この2つを使ってステーキングなり、それからディファイをする人向けに持っておくだけっていうサービスです。で、分散型金融ね、ディファイを以前紹介しましたけども、こちらの方を使いこなして利益を上げていこうと思うのももちろんいいんですけども、かなり勉強がいりますよね。ですんでそれをやるくらいなら FX のマスターの方が早いと私は思います。まあでもね、暗号通貨好きでディファイを興味持っちゃった方は一生懸命勉強できると思いますんで、私もね改めてコーナー作っていこうと思いますんで一緒に学んでいきましょう。今日はそれだけです。ディファイについて特に講義があるわけではありませんけども、私のマインドセットをお話しました。それではまたディファイのコーナーでお会いしましょう。